全世界人類の皆さん、こんばんは。こんばんは。天神三丁目でございます。ございます。ございます。この番組は、ウェブ放送を通じまして、はい、親不孝通りとか、天神三丁目の魅力を全世界に発信している番組でございます。はい。今、番長と、今回ですね、番長と、あと、ウッチ隊長が、お休みということで。今日はお休みです。はい、まあ、こちらのメンバーでいきたいなと思います。うん、僕が、親不孝通りのお笑い芸人、小出剛です。よろしくお願いします。爆弾岩です。誰が爆弾岩？お願いいたします。今日誰も言わないかなと思って。誰が爆弾岩ですか。そして、お隣が、はい、今日私から出てみますか。親不孝通り女子部ラッキーガールことあかりんです。あかりん、よろしくお願いします。元気、元気ですね。そして、はい、親不孝通りで三幕ロスをしていますラッキーガールことエロイズです。ちょっと頑張ってみたけど、やっぱガールって言った瞬間にごめんと思った。思わずもう耐えきらんくなったんです。いや、ガールですよ。言いながら、言いながら自分も耐えきれなかった、すみませんでした。ロさん、この間、はい、サンバのイベント出てなかったですか。出てました。伊万里まで行って。あ、佐賀の伊万里。そうです、佐賀県の伊万里に行って、あの大阪のポポズーダっていう、まあ、すごい美人で可愛い子たちがいっぱいいるサンバグループがあるんですけど、そのグループのヘルプでうちからサンバダンサー3人連れて行ってきたんですよ。あ、じゃあそのポポズーラさんが、呼ばれてて出演するステージで、そのヘルプとかあるんですね。あるんです、あるんです。スナックみたいな感じちょっと違う、ちょっと足りないから来てって、そう、あの人数増やしたいんで、手伝うよって言って行って。そんな、なんか合わせれるんですか、その。合わせれます。すごい、やっぱプロですよ。いや、それはもうプロですからね。うん、で、あのエロイズさんとあと誰がいたんですか。はい、あとですね、海ちゃん。ああ、海ちゃん、海ちゃんね、はい、そう。あと、タマラさんっていうですね、お尻がパーンって、もう素晴らしいダンサーさん、一緒にお尻がパーンってなった。お尻がポーンのダンサーさん、そう、すごいでしょ。お尻が、お尻が、お尻が、お尻がすごいんだ。そこにお尻あるっていうような。そこに、この辺にあるんですか。いや、そこにある、こっちにあるかもしれないですよ。もうほら、日本人って言ったら背中、腰、尻でしょ。はいはいはい。うん、背中、尻ですか、彼女。腰がないと。腰がない。もうそのまま、ポーンってなってます。ポーンってなってます。それが、まあ、そのサンバギャグはよくわからんですけどね。ブラジルで流行ってるのかどうなのかもよくわからんけど。すごさだけは伝わってきますよね、とりあえず。そうなんです。でも結構いい感じ盛り上がって。相当盛り上がりましたよ。で、せっかくね、佐賀県の伊万里に行ったからって、ね、うん、焼肉屋さんに入り、あ、伊万里牛。ステーキ屋さん、そう、伊万里牛だと思って、これは伊万里牛食べんといけんと思って、まあ、もちろん。ハンバーグ注文したんですよ。ハンバーグ、美味しくいただいて、後で確認したら普通の和牛でしたよね。伊万里牛じゃなかった。悲しいね。その時はめっちゃもうやっぱ違うねみたいな。今で言うとハンバーグになるとよく分かんなくて、やっぱりその美味しさも、まあ美味しいけど、もうぐちゃぐちゃになってるし、ギュッとしてるし、タレもついてるから、まあ普通のハンバーグやなと思って食べてたら、まあ普通のハンバーグでしたよね。結果通りだったっ。結果通り。僕、あの伊万里牛じゃないんですけど、天神三丁目のすぐ近く の、 あのうどん屋さんでがあって、はい、でそこにあのテレビプロデューサーを、あの、関西からこっちに来たテレビプロデューサーをですね、僕こう連れて行って、うん、で、あの福岡といえばごぼ天なんですよっつって、はあはあ、で、ああそうかっつって、いやいや本場の食べたことないもんなっつって、あ、そうですか、どうぞっつって、でこう食べて、はい、どうですかって、ああやっぱうまいねって、でもこんな感じなんや、へえっつって、で、あの福岡ごぼ天がやっぱ食べなきゃいけないと、うん、で麺がですね、今食べてる通り、あのちょっとやばいじゃないですか、うん、これ普通なんですよ、うんうん、あのちょっとやわぐらいが博多の、うどんなんですよ、でガラガラガラって食べた後、ガラガラって出た後、そう、さぬきうどんっていうのれん会って全然博多のうどんじゃなかったんですよ。博多ですよとか言って、はい、振り向けねえとか、もうガラガラガラって食べた後にこう締める時に、あれ、サヌキうどん、手打ちサヌキってなって、そのプロデューサーも適当ですね。がっつりバレてましたけど、はい、そのプロデューサーさんもずっと、あ、こんなもんか、博多さん、え、でもやばいかみたいな、こんなもんですよって言って、締める時に、えって、なんか2人でなんか、えって言って、
まあ、最高、恥ずかしい。いやいやいや、もう、ああ、ちょっとあのお知らせしていいですか。そう、はい、どうぞ。ちょっと関係ないですけど、うん、あの親不孝通りで僕、うん、あの月一のかっていう、はいはい、あのお笑いライブをやってたんですけれども、はい、ちょっとまあ諸事情がありまして、うん、今、なんやかんやで東神町の方でやってるんですよ。東神町駅の方で、で、そこでやってるんですけれども、ちょっと、まあ明日、もう明日、もう明日、明日も東神町であります。はい、関東館というところで。関東館。で、久々にですね、親不孝通りでお笑いライブできることになりまして。へー、すごい。あ、ありがとうございます。おめでとうございます。でこれがあのもう福岡のもう大人気のクラブキャッツさんのですね2階あんみつ姫さんで、あんみつ姫さん、すぐそこですよね。あ、そうです、すぐそこ、あの全国でも有名なあのあんみつ姫さんで、お話いただきまして、やっていいよということで、12月の16日に土曜日、14時開演、15時、あ、じゃあ14時開場、15時開演で、12月16日のお昼3時から、3時から、これお笑いライブやるんですけども、なんと小出強次、はい、第3回目の単独ライブです。すごい。で一応あの第1回目第2回目よりもあの面白い予定なので、すごい。あのムービー、面白ムービーあり、あと、ピンネタの他にですね、なんと。あのちょっとまあシークレットゲストを呼んで漫才をちょっとさせていただきたいなと思って、やっちゃ、まあ、もうぶっちゃけて言うとあのピンネタよりもはるかに漫才の方が面白い、はい、もうそのゲストの力を借りまくって、人の手を借りまくって、ライブ進行させていただきますので、12月16日土曜日、あの単独ライブ第3回目ニコニコプンプン、ぜひ来てくださいね。ニコニコプンプン、はい、ぜひよろしくお願いします。そんな、はい、お知らせしながらですね、今日はこの方をお招きしたいと思っております。はい、なんとですね、はい、この親不孝通り TV にご出演されるということのために、はい、ために、わざわざ、わざわざオーストラリアシドニーからシドニーお越しくださったそうで、はい、遠藤剛さんです。お願いします。ありがとうございます。もうこのためだけに、はい、このためだけにいらっしゃったって間違いないんですか。帰ってきました。このためだけです。ありがとうございます。嘘、ありがとうございます。嘘だろ。大嘘ぶっこいていただいてありがとうございます。遠藤さんは、高校を卒業してからずっとオーストラリアにも住まわれて、今も現在。そうですね。今も。もう現在ずっと、はい、何年ぐらいになるんですか、そしたら。もう、22年ですね。22年、それ言うともう何年だっていう話ですけど、そうそう、年齢もちょっとバレちゃうところなんですけど、はい、で今何をされてるんですか。今向こうで留学の、会社ですね、うん、留学生学校紹介したり生活のお手伝いする会社と、うん、あとはサイボーズさん、日本のサイボーズさんの、はい、商品でクラウドの、ビジネス用の業務管理アプリでキントーンってあるんですけどね、うん、それの、うん、めっちゃ有名なやつです、はい、うん、それの販売をオーストラリアでする会社をやってます、ね、へえ、はい、なんかもうあまり接点ないような、いやいやいや、もう全く接点ないですよ、はい、全くないですよ、いろいろやってるけどなんで来たんですか。キントーンに乗ってきたね。キントーンに乗ってきた。いや来てないないない。違う違う。ない。ファンタジーですね。え親？ANA って書いてある。ちなみにその親子通りと接点ってあるんですか。親またあれなんですけど、うん、その高校生の時に、うん、まあ、よくここのクラブに来てたっていう感じですね。あ、親子通りのギリギリかろうじてつながりがある、はい、いや、本当かろうじてですね。22年前よくぞそれで親子通り TV 出るためだけのために来たって言いましたね。そうそう言ったのはあなたです。いや、その後そうですよって言ってたんで、そうそう、自信を持った自信を持った自信を。ってことは、何年前、22年前 の、うん、クラブですね。あ、じゃあもう結構その親不孝通りが、盛んな時ですね。盛んですよ、盛んですよ、うん、ちょっとね、黒い
空気もありつつ、あのなんていうか、なんかこう雰囲気あるなみたいな、わかりますかね、昔のね、うん、その時にもう普通に遊びに来られてるだけですか、そのお客さんというか。そうですね、クラブに本当に高校生なんでね、言っていいのかどうか、ここで大きな声で、はい、高校生で、はい、言いましたね、はっきり、はい、はっきり、クラブで遊んでた感じです。当時はどういうジャンルを聞かれてるというか、クラブに行かれてたの？まあ、ヒップホップダンスしてたんで、ダンスをそういうヒップホップ系のクラブで、うん、まあ、本当にたくさんあったんですよね、ここら辺5、6校よく行ってたクラブが。へえ、そのなんか、22年前ってもう結構あのでっかい金ネックみたいなので、そうですね、そうですね、なんかもう これですか、そうですね、いわゆるこれでなんかこれですか、そんないたんですか、ストライプで、はい、大きめがれで、これで、でも確かに、確かにこの太い金のネックレスしてる、あのしてましたね、友達ね当時は本当に高校生の友達、高校生の友達はあのもうあのダボダボの服で、クリスクロスとかはやってたので、反対にクリスクロス知ってます、クリスクロスってちっちゃい双子 あの黒人 あのラッパーがいて、子供のね、子供のそうズボンを反対に履くんです、後ろがこう 逆向きに、そうそうそう、履いてクリスクロスジャンジャンみたいな歌があったりして、なんで逆に履いてるんですか、めちゃくちゃ流行ってたんですよ、それ。かっこよ、かっけーみたいな。いやいやいや、間違ってますよ。そう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 、逆ですよ、逆に。逆に怖くないですか。まあまあ、ダボダボの格好に、ドレッドに、金のジャラジャラの太い。うわぁ、ここしてた時代だ。いい時代。時代そうそうそう、ちなみに遠藤さんどんな格好やったんですか、負けじと太いの負けじと太いズボンに大きいダバダバの T シャツで、あ、うん、あ、でもダンスしてたらそうですね、うん、そうですね、そうか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 、あ、 MC ハマーとかご存知ですか、あ、懐かしい、はいはい、MC ハマー懐かしい、あのフラットヘッドでそうそうそう、股がすごい深くて、ああいうズボン、ね、全盛期なんですね、全盛期ですね、もうダンス甲子園とかが流行ってた、そうそうそう、ダンス甲子園、最初期のダンス甲子園がちょっと多分終わったぐらいで、うん、そうですね、メロリン Q、 そう、よく知ってメロリン Q ですよ、そうそう、あ、分からん、山本太郎さん、山本太郎がね昔出てたんですよ、そうそうそう、福岡だとね、インペリアルっていう有名なチームがあったりして、そうそうそう、有名だね、インペリアルさん、あ、なんか、いや、聞いたことはあるんですけど、いや、その今ずっとその後もなんかダンスされてたっていうのはちょっと聞いたんですけど、そう、あ、そうですね、で、高校でしてて、オーストラリア行ってからも、まあ、暇でダンスずっとしてたんですよね、うん、で、まあ、そのままダンススタジオを向こうで作って、向こう の日本人の友達集めて、あとは、まあ、ローカルのオーストラリア人のコミュニティに、レッスンして、イベントしたり、レッスン講師ですか、あ、そうですね、先生してとか、はい、ダンススタジオが作ってるって、そう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 、友達でとね、こういう本当に名もない、もっと広いなんか廃ビル、壊されるビルがあって、もう使ってないフロアがあって、埃だらけの、はい、そこにみんなでフロアとか壁とかパティション持ってって作って、ペンキ塗ってグラフィティ入れて鏡入れて、もうバカでかいスペースのスタジオ作って、で、そうそうそう、レッスン始めて、すごい、超アンダーグラウンドな、そうですね、でも本当にそこら辺地域の子供たちとかみんな集まってきて遊び場になって、でも言ったら親不孝通り b ボーイイズムですよ、そうそれがシドニーに行ってるわけですからね、そうですね、で今それこそ何ていうんですか、そのレッスン生育った方とかもいるじゃないですか、そうですね、そうですね、今もスタジオは続いてて、僕はもう離れてるんですけど、スタジオあって、でその当時うちで
いっぱい習いに来てた子たちが今は先生になって、活躍すごいしてて、すごいですね。オーストラリアの、うん、だからのヒップホップシーンを引っ張ってったって、うん、そう大げさですね。パイオニアです。いや違うでしょ。その前からシーン絶対あったはずやけど、絶対あったでしょ。オーストラリア独自の。いやでも。そうなんですね、すごいですね。いやでも本当親不孝のリズムを、うん、オーストラリアに広めたっていうのは間違いないですからね、うんうん、もう親スタジオに書いときゃよかったですね、親不孝ってね、今更いやいやいや、もうこの時点で書いてなかったって証明されましたけどね戻って速攻書きに行ってください、違ってもいいです、ここ何人書きようとこれ親不孝通りいいかなってちょっとちなみに当時その22年前で言うと、うん、親不孝通りって漢字がまだそうですね、今のこれ、ね、このロゴの字なんですけど、一回富に変わったのご存知ですね、はい、知ってます、あ、ご存知ですか、知ってますで、うん、何年前ですかね、でも変わったのはだいぶ結構前ですよね、うん、でなんか、いやいや、えっと思って、何それ、何それそんなんやないよねって親子ってそんなんじゃねえよって、そんなんじゃないよねみたいな何今さら富っつってんだっていうぐらい、そうですね、もう僕知り合いも全員同じこと言ってますね、うん、ねえ、がっかり具合が半端なかったですね、半端なかったね、やっぱりそのこのロゴ通りの字じゃないとしっくりこないですよ ね、やっぱ当時のね、やっぱそういうかっこいいなんかアンダーグラウンドな雰囲気が僕は好きだったんで、ね、なんかあれ何その無理やりそのちょっとイメチェンをねしようとしてるのがちょっと寒いなみたいな、あ、逆に、ね、そうあ、いや正直いろんな方が動いていろんな競技とかされて変えられたと思うんですよ、その富に、まあそうですね、まああると思うんですよ、申し訳ないですけど、あんまり僕効果あった、うん、どうなんやろうっていう、惹かれるきっかけだったのかなと思うほど、ぐらいの感じですよね。で、それもあって結局ね、今戻っちゃってるんで、ここ最近盛り上がってきたっていう、うん、今そうですよね、そうですね、でも全然これにまた戻ったからってその悪い方向には行ってないですよね、行ってない、来年ですかね、この通りが親子通りのメインの通りがなんですかね、バリアフリーというかフラットになるらしくて、綺麗になるらしくて、こうメインの通りがもうめっちゃ綺麗になるらしいんですよ、うーん、 あんま興味ないですか、あれ段差がなくなる、はい、何がなくなる、あ、段差がなくなって、バリアフリーってそうです車は走る、車は走るとか、なんかあとお花、なんか特別な花を植えるっておっしゃってた、花壇とかもちょっとなんか何ですかね、うん、今まではその花壇にこう腰掛けてとかなんかそんなんがあったからっていうのでちょっとまたずらして腰掛けるよりもこう綺麗な花みたいな感じで、うん、なんか変えられるみたいです、うん、綺麗になっちゃうんですかね、綺麗になっちゃうらしいですね、はい、すいません情報曖昧なので綺麗になっちゃう、でもどうですか、うん、ぶっちゃけどうですかその辺は、やっぱ前の悪い方が悪いとはあれですけど、ね、ちょっとアンダーグラウンドみたいな、今は何してるんですか、何して遊ぶんですかね、みんなね、ここは結構でも飲みに来る、夜は結構、ね、飲みにいらっしゃる方もいたり、うんうん、昼は美味しい店が多い、そうですね、美味しい店も美味しい、新しいお店もどんどん建ってたり、うんうん、あと昼とか結構メイドカフェとか結構、そうオタク文化が結構ここに来てて、入り込んできて、そうですオタク文化、シドニーもすごいんですよ、コスプレイベントとかもあって、で週末に8000人とかそういう、あ、本当ですか、コスプレイヤーが集まっちゃうぐらいあったりして、うーん、親不孝もなんかそうなんですね、そうですコスプレ系になっちゃったんですね、結構もう衣装屋さんもあればそれこそメイドカフェさんも結構点在してたり、アニソンバーとかも近くにありますし、すぐそこにありますし、あ、でも外国人とかも来そうじゃないですか、それだけ結構多いですよね、はい、普通の方、うんうんうん、そうなんですね、全然イメージが違った、そうなんですね、新しい、そうです、私が知ってるのはそっちの方なんで、今聞いてて、あ、昔そんなのがあったんだっていうのが、あ、そっか、あかりはもう分かんないですね、今のイメージは
そういうの、そうなんです、ね、私たちからしたらそうなんですよね、で人が少なくてでもそのオタク文化とかも入ってきてるっていうイメージしかなくて、クラブとか私行ったことなくて、その親子通りの企画で一回行った時にズンズンズンっていうのが心臓が痛いみたいな、心臓痛い、心臓痛い、あれがいいんじゃない、キセキセみたいな、っていうイメージしかなくて、聞いててあそんな楽しい時代だったんだっていうのは今聞いてて、へえ、そうですよ、まあその自分の思い出が、自分自身の思い出が多分軸になってると思うんですけど、僕はもうあのクラブ文化で、であのメインの通りはなんか車がこうなってるっていう、こうなってる、はい、車がこうなってるんですよ、車がこうなってる、はい、どういうこと、分かんないですね、もう分かんない、当たりが分かんないけど、もう分かんないですよね、エロイさんもう車こうなってます、こうですよ、そりゃこうですよ、みんなのこれ何、たまにこっちを、こっちにまで、こうなるの、車めっちゃ揺れてますけど、もう乗ってる人もこんなのとか、絶対きついだけじゃないのそれって思いながら、プシュープシューって、プシュープシューって口で言うやろって思いながら、まあ、まあ本人には怖くて言えなかったみたいな、そうですね、遠目で見るみたいな、はい、そうそう、金かけてるなと思って、そういう感じだったんですけどね、ねえ、そういう時代、あで、まあ、いろんな顔があってそれを経て今にこう来てるわけですね、そうですね、そうなんですよね、もう日々やっぱ進化してるんですよ ね、 ねすごいですね、そう考えると、でもちゃんと、クラブ文化とかはあの、全然まだありますよ、ヒップホップも、ね、レゲエ も、 もバリバリやってますよ、いやなんか久々にそのなんかクラブとか、ね、いやもうその話ってなんか今日ちょっと覗きたいなみたいななってるんですけどね、福岡自体ちょっと3年ぶりで、はい、あんまり頻繁に来てなかったんで、あのいつもそのお仕事とかで帰ってこられてる、うん、そうですね、あの東京に行くことが多いんですけど、あまり、ね、大きな声であれです、福岡もっと来いっていう話ですけどね、いや大丈夫ですよ、そう、ね、でもあの久々帰ってきて、うん、そう、わやっぱいいなみたいな、あ福岡やっぱいいねっていう、いいでしょう、ね、ちょうどラーメン食ってきたところなんですけど、あそうですか、しかもそう、それも踏まえ、あいい、ね、そうですね、いや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 、でもなんかこう久々に帰ってきて変化はあったにしても、うん、でもなんかこう、まあ、楽しんでもらってるわけじゃないですけど、うんうんうん、なんかこうあ帰ってきたっていうのを思ってもらえることがこうなんかいいなと思って、うんうんうん、嬉しいですね、なんか親不孝でもね、なんか例えばそうやっていろんなイベントがやってたりとか、うんね、さっき言ったそのコスプレのなんかありますよとか、うん、集まりありますよとか、なんか面白いことやってますよっていうことがもっと外に出ていけばね、うん、あの大そういうこと大好きなやっぱりオーストラリア人とかもたくさんいるし、まあ、コミュニティとかも結構でかいんですよ、で頻繁にやっぱり日本の情報とか、あのみんな見てるしね、そうそうそう、見てるんだ、だから情報がしっかりオーストラリアまで届けば必ず見てる人はいるんで、反響はあるってことか、そうそうそう、来るとも思うんですよね、コスプレイベントやっちゃえば ね、 ね、 面白いかもしれない、いいのにね、そのオーストラリアであの日本のイベントみたいなのってあったりするんですか、 あるんですよ、あのちょうどね、うん、あの来月12月の9日にね、うん、あのシドニーであの日本の祭りっていうのをやるんですね、日本の祭り、そうそうそう、日本のお祭りで、うん、あのまあ、それの運営委員みたいなのもやってて、であのまさにあのちょうど今準備真っ最中なんですけど、もう忙しい忙しい、こんなここにいる間にも日本の祭り、日本の祭り で、はい、でだからあの日本のそういう屋台みたいな食べ物屋台があって、うん、あとは日本の観光ブースみたいな PR のブースがあったり、うん、あとはまあ企業さんブースがあって、であとステージのパフォーマンスもあったりして、であのなんてよさこいとか、空手とか剣道相撲とか、でまあ相撲で相撲オーストラリア人やるんですよ、相撲、相撲をね、あの回しつけ、回しつけて、あ写真見せたい、みんなにも見せたいけど、ちょっとね、あのそれどうせあの回しの下にスパッツ履いてるでしょ、いやいやいや、リアルケツですよ、リアルケツ、リアルケツ、本当ですか、そうですよ、すごい、すごい、でちゃんとそういうデモみたいなのやったりもするし、はあはあ、そうそう、でだからそういうなんか一日その日本のテーマにしたお祭りをやって、それね3万から4万人ぐらい集まるんですよ、すごい、1日に1日ですか、うん、1日で、でも外のイベントで、そうそうそう、で
今年は櫓も作ってね、周りで盆踊りしましょうみたいなとか、盆フェスさん、盆フェスさん、盆フェスさん、盆フェス、盆踊りするんですか。そうそう、今年ちょっと取り組み1個で、楽しそう、行きたい。でもよう考えたら12月9日っすよね。そうさあ、逆逆、いや夏なんですよ。あ、そうだ、オーストラリアだよ、オーストラリア、日本じゃないから。そうそうそう、すげえ、これ大事、夏なんですよ。行きたい。あ、それもう今回初ですか。何回かやってるんですか。もうね、10年以上やってて。いや、めっちゃやってるよ。今年ゲストでね、福岡からも来ていただくんですよ。歌手の方で、多分親不孝 TV のあ、内山さん、エンディング、オープニング、オープニングの歌を歌ってる人ですか。中島さんって、ウクレレ、ウクレレっていうか、ね、弾いてくださって歌ってくださった、作ってる人かな。そう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 、確か、エンディングだっけ、なんか、そう、多分番組に曲を、そうです、そうです、はい、そうそう、出演されるんですね。出演されるんです、今年。そうそうそう、すごい、すげえ。そう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。12月9日ですよ、オーストラリアですけど。はい、うん、はい、そうなんですよね。いやいや、いいですね。そう、ごめんなさい、で話戻してもで、うん、そこでもだから、そのコスプレのステージがあるんですよ。出たやっぱりお祭りなんで。あかりん、それこそあのコスプレイヤーですよ。そうです、あのリアルな、そう、リアルが、リアルがちな方のコスプレしてて、はい、ちょっとあの大学の就活があったんで一旦やめてて。そうなんですね。そうです、これ今もう全然仮の姿です。あ、こちらそう、仮の姿です、はい、仮下げです、はい、あ、そうなんです、ね、ちょっとチャックがあるんで、そこ開けていただいたら、うん、本当の上には出てきます。衣装を着た中が出てくる、はい、あ、そう、出てくるんですけど、より白くなりますから、より白くなり、塗りたく白くなってます。キラキラなみたいな。あ、なるほどですね。いやいや、ちょっとそんなんも、まあ、10年も続いてたのも知らなかったんですけど、うん、そうそう、まあ、最近本当ここ2年盛り上がりが激しくて、今年もすごい、あの反響がありそう、 あるんですね。そのなんか出展ブースとかで、あの日本こんなんですよみたいなのもこう伝えるじゃないですか、うん、あの日本にこう旅行行かれる方とか、それして行きたいという方ってやっぱたくさんいます。あ、いるんですね。たくさんいます。もう、うわー、嬉しいわ、うん、もうね、あの官民挙げてみんなで盛り上げようって、はい、で日本どうだみたいな。もちろんそのブースの中には親不孝通りのブースもある。おっと、あ、急に声出なくなった。あれ、あれ、マイク、マイク、あれ、はい、急に声今出なくなった。はい、機材トラブルではないですよね。機材トラブルではないですね。息を飲んだリアルな感じじゃん。あ、なるほど。いや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 、貴重なお話も聞かせていただいてありがとうございます。でもまあちょっと、あのぜひ皆さん、12月9日、はい、日本の祭りが、はい、シドニーでありますので、シドニーです。ぜひあの今からね、飛行機取って、うん、行かれてみてください。絶対面白いと思います。パスポート取ってる人は今から取ってください、はい、今から取ってください。よろしくです。まずパスポートを取ること。そうです、そうです、よろしくお願いします。なんかもし、最後にメッセージがあれば一言、うん、そうですね、シドニーちょっと遠いような気がしますけどね、うん、はい、福岡出身の方もいっぱいいて、うん、福岡県人会もあれば、うん、本当に福岡の人たち結構盛り上げていこうってやってますので、本当にね、ぜひ来てください。はい、お待ちしてます。よろしくお願いいたします。本日のゲストは、遠藤剛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれでは最後に、いつもこういうポージングで、はい、締めてますので、よろしくお願いします。じゃあエロさんお願いします。はい、はい、それじゃあ来週もでしたっけ。来週もですね。その辺です。そんな感じだったと思いますよ。来週も、いや今週も、いや、じゃあ今日も、いや、どれだえ縛らん。そうそういつかなっつってじゃあお願いします。親子通りに面出せよな。バイビー、バイビー、バイビー。あ、来週もでしたっけ。だって今週も、今週もか、親子通りにつらっなせるから、バイビー。来週じゃおかしい、来週じゃおかしいもんね。今週もこの週の話も、来週は違う、今週は、いや違う、今日だったっけ、明日も今日月曜ですから、ね。